私は丸山たまみと申します、えー。今は、あの、北海道にある、函館工場高等専門学校という、あの、カレッジで、えー、っと、電気を教えています。で、私は今、あの、ワイヤレスパワートランスミッション、えー、日本語で言うと、ワイヤレス電力伝送の仕事をしています。